ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで世界のコース行ってみよう。で、今回はどれにしましょうか。はい、じゃあ 1-1 ホームカミングヒルズ謎解きタイマタ、タイムアタック系 1-1 要は何？本物のマリオの 1-1 のやつを再現したやつってことかな？違うんかな？どういうことでしょう？あ、でもクリア率 56% やけん、そんなに低くもない。1-1 ホームカミングヒルズ。でも全然300秒あるやん。あ、なんかこういう感じのところ見たことある気がする。多分本当に 1-1 のやつなんやろうね。一番最初ひょこひょこクリボーが歩いてきよるのってね。こういう実際にあるコースを再現とかって難しそうな感じがするけど、メイン。あ、違う。あ、でも1-1でこんな感じやったっけな。てい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 。あ、猫が。猫が。そう。いや、こんな感じじゃないよね。びっくりした。敵かと思った。はあ、普通になくなりやないか。痛い痛い痛い。え、絶対無理やん、そんな。ほっ。て。てい。はっ、てい。あ、これでやっつけれるってこと？なるほどね。しかし、ファイヤーは犠牲になるわけですね。あ、でも、あっこから取っていけるんかもしや。ほっ。あ、これは、ダメやんね。あ、そっか、あっこからファイヤー投げればいいんか。そういうことか。てい。にゃ。痛い。あ、くそ。もらえるんかと思ったらもらえんかった。くそ、ないわ。あ、入ってける。何あれ、サンズ？サンズじゃない。サンズではないか。痛い。お、お、お、ちょっと待って。は、は、は、ちょ、ちょ、ちょ。てや、た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 、よっしゃ、いけたー。やったー。で、ここで死ないようにせんとね。オッケー。絶対あれ3つやと思う。違うかもしれんけど。お、ここはもらえるんじゃない？おー、ワンナップかーい。あ、これ落ちる。あ、落ちていいの？なるほど。じゃあ落ちまーす。ちょっと待って、びっくりなんですけど、やめてよ。ここもしかしてあれに乗らんといかん感じ？あ、ちょっと待って。すずー。ゴーゴー。ごめんね、脱がせちゃったわ。脱がせちゃったわ。よし。さあ、これで。ゴー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 。ドーン。あ。ドーン。いや。どー、こっち？オッケー。は。おー、やった、ゴール。なるほどね。あっという間にゴールやったんやね。なんかそんなにスピード感なかった気がする。私やけんかな。はい、コースクリアー。いいね。さあ、それじゃあ次は、クイズ。ルックピクチャー、チューズアイテム。何それ、何それ。クイズやって、クイズ。謎解きギミック系、クリア率 35%。絵を見て、アイテムを選ぶ。どういうことでしょうか。こっち？こっちに進めばいいの？え、バツ？ブブーってなったけど。え、ブブーってなったけど。何それ。え、あー、そこ壊せんのや。ちょ、くっそ。そういうことね。
騙しかよ。騙しかよ。さあ、ゴーゴーゴー。こっち、キノコ取って。ゴー。で、ここ壊し、え？何あれ？どうやって行けばいいの？あ、普通に？もう、小さくなること前提に行くのね。で、多分この先も、わ、え？大きくなっちゃダメなの？え、でもさ、ワンナップが必要なことってある？なくない？あー、進めない！そういうことか。そういうこと。え、初見でクリアできんくね？初見でクリアできんくね、これ。はい、ゴー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 。はい。あ、もしかしてあれ、コースの説明？一番最初のやつ。違うかな？ちょっとわからんけど。多分そういうこと？はい、ちっこくなっていきます。あ、そうやね。絶対そうやね。コースの説明やんね。ってことは、これで、こっち選んでいって、はい、進んでいきまーす。ゴー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 。で、次は、うお、びっくりした。あ、次はあれやね。でか、え、待って。え、葉っぱ？葉っぱ必要かな、ここ。てか、どこに進んでいくの、これ。進んでいくとこなくない？え、ちょっと待って。え、わかんないんだけど。わかんないんだけど。え、でも壊す、え、でも壊せんか。葉っぱでいこう。おー、よかった。当てたっぽい。あ、なるほどね。横に壊すんか。うわ、びっくりした。これで、ここは、あ、そういうことか、おろすんやね。はい、これで、もう一回、もう一段階行って、ボム兵がいる。あ、でもファイヤーがいるってことかな、ここ。え、どうなんやろ、無敵？え、ファイヤーで溶かす、あ、ファイヤーかな。ボム兵やし。オッケー。ゴーゴーゴー。怖い。おー、爆発したー。なるほどね。あ、で、中間。ちょっと待って、もう一段階ちっこくなって、中間。お、ここは？ここは無敵やね。え、メットでもいけそうかな。合ってた合ってた。なるほど。これで、はい、通っていきます。で、ここは、オンオフスイッチ埋まってますけど、あれは関係ないんかな。いや、でも、のこのこのとこ。ん？なんだ、どういう感じだ？トゲメットと、メット。なんか違う。どっちでもいいんじゃない？トゲメットで行ってみるけど。ここは普通に通るの？なんか扉あるよ。何それ何それ。あ、これで壊して。あ、そういうことね。びっくりした。めっちゃびっくりした。お。でも、このまま通ってったらいいんかな？あ、オッケーオッケー。あ、あ、ここに鍵がある。うぅ、びっくり。え？で、あの鍵をどうすんだ？あー、ここに。待って、これは無敵？だよね。ロスもあるし。あ、で、ここに鍵付きの扉が。なに、これどうやって行くの？あ、落としてくれるのか。ありがとう。ありがとう。なんて、フィハル。どういう意味？フィハルって何？ここは、なんだ？え？何で行くの？これ。ファイヤー？
なんでファイヤーなんやろ。ここでなんか、え、わかんねえ。あー、2段階あるけんってことは、ここでとりあえずファイヤーが溶けて、その次のここでもう1段階溶けていけると。なんて書いとんこれ。あ、ここサンクスって書いてるね。さっきのとこはなんて書いてたんやろ。イエーイ、何それかっこいい演出が。かっこいい。はい、コースクリアー。いいね。めっちゃ絵のヒントを使いまくっていった。さ、なんか最初騙しやったけど。マリオ goes to walk。 クリア率 59%。 まあ普通にいけそうな感じ。ギミック系。マリオ goes to walk。 普通やね。え、かわいい家や家。別にこの辺なんもないの。 No, I am the highest。 なになになに、別に高いところに行ったけん何かがあるわけ。なんか街みたいな感じになっとる。かわいい。めっちゃかわいい。なんか文字になっとる。違うんかな。おお、車で上に乗るの。あ、きなこや、きなこ。うえー、痛い。あーええー、びっくりする。やめてよ。そしてここでまたきなこね。ちょ待って、君たち、いやー、来ないでください。やめて。キノコが定期的にある。あ、なんか車が小さくなった。で、ここに乗ると。ほうほうほう。なんか、この囲まれた空間に、なに、車が解体されてきたよ。おー、そして中間。なに、これビルみたいな感じ。上に上がるんかな。もしかしてあのバスを降りた時点で、いやでも、そしたら中間取れんよね。え？なんだなんだ。あ、この下？スイッチ。え？で？あー、それで、外のやつ？なんか変わったんかな？何がどう変わったんかが全くわからんねんけど。え、ちょっと待って、何がどう変わった？全くわからんねえけど。なんか変わった？こっちの方とか？いや、戻れませんね。何何何？どう行けばいいのこれ。何がピンポンだったの？こっちの上に行けないな。え？あ、これに乗るの？で、これに乗って上に行けるってこと？これ建物の上に出るんかな？ういー、びっくり。何あれ何あれ。巨大な敵たちがいっぱいいるんだけど。んで、あ、これで上に行けた？ふう、焦ったー。普通に行き詰まったかと思ったよ。ん？これは。どういう感じなんだろうか。うわー、恐ろしい。これ、アクロのこの子死なないの？あ、別に全然普通に貫通してる感じ。おーおーおお。のこのこの居場所がどんどんと狭く。待って、これ、あれじゃない？のこのこ導かないとダメなんじゃない？違う？なんかそういうことな気がするんやけど。ねえ、多分そうよね。ちょっと待って。はい、入り直します。よし、仕分けます。あ、待って。そっちじゃない、こっちね。はい、で、こっちに仕分けて。あー、間違えた。はい、こっちね。で、それがこっち。あー、なるほど。これで高さが合うんや。はい、これで OK。で、これで歩いていける。あ、これで OK？
あ、いいね、いいね。多分これ以上落ちてこんってことやろ。はい。で、そこで鍵。おー、なるほど。ゴールはまだですか？なんかそこにファイヤーがあるね。お、何ドクドクと怖いんですけど、何か罠がありそう。あ、扉。まだ中間。はい。おっと？なに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 ？にゃー、ちょ、やめて。あー、やめてよ。痛い。あれ、ファイヤーある。ファイヤーある。よいしょ、よいしょ。やったー。あ、ち、間違えた。やったー。あ、待って、めっちゃあるよ、コイン。イエーイ。え、でもコイン全然増えんや。50って書いとったのに。全部で50枚しかないやん。あ、これさ、あれじゃない？あ、違う。あれ？これで、イエーイ、一気に、ガーッと、あ、もうなかった。ヘイ。リッチ。いいね。コースクリアー。みんな早いね、ゴールするの。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、よく思いつくな、みんな。でもってなんか、ギミック系はいつも途中で、あ、積んだって思ってしまう。こっちの道があるっていう風に思わんとね。